はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルキラー吉影編極上フロア3ですね、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、マンガロハンですね。何もつけておりません。そして、ナイフリオですね。積もる恨み、ナイトラ、焼けをつけてます。続いて、辻アイアですね。スキルゲージをつけております。ゲージが良いんですね。でフレンドはオルナレルですね。嘘をつくなーですね。シンポルですね。では参ります。もう完全にナイフリオの CS のみの、攻略となっております。CS だけなのであまり面白みがないですね。はい、続いて第2ラウンドですね。おっと、これは違う。いきましょう。はい、次はゾエンですね。さあ増援も同様に CS でいきます。はい、第2ラウンドクリア。続いて第3ラウンドですね。最終ラウンドです。ここも何も考えずに CS です。さあボスが降ってきて、ボスも CS で倒せました。さあ最終戦も面倒なのでこのまま倒しちゃいます。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、極上の最終フロア4ですね。フロア4を攻略していきたいと思います。ではラストバトル。